スキップジャック級原子力潜水艦はアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦。世界初の原子力潜水艦のオチラスの成功を踏まえ、アメリカ海軍は初の量産型原戦スケート級の建造に踏み切った。スケート級は原子力潜水艦隊の運用経験をもたらし、貴重な教訓が得られた。しかしながら、スケート級は成功とは見なされなかった。 それというのは、一つには、第二次大戦型の旧来の設計による戦革が、原戦の利点を最大に引き出し得ないこと、また、原戦にとっての過小な船型は、経済性に問題があること、などの問題が確認されたためであった。そこで、実験潜水艦アルバコアにおいて、流体力学的に優れていることが確認された、累積型戦革と、 核動力の強力なパワーとの統合が目指されたのが本級である。スキップジャック級の原子炉にはスケート級の S3W 型原子炉が十分な出力が得られなかったことからノーチラスに搭載された S2W 型原子炉を原型とする改良型の S5W 型原子炉が採用された。S5W は S2W に比べて熱効率が改善され、 核燃料棒の交換が要因になるなど、メンテナンス性も高められた。また、構造の単純化が図られたことによって信頼性が大幅に向上し、連続最大出力発揮時間は5,500時間に達した。類的型尖閣と相まってスキップジャック級の水中最大速力は29キロトンに達した。これは、ロサンゼルス級が登場するまで、 アメリカ海軍の戦闘用潜水艦の速度記録であった。本級は完全な新設計の源泉、すなわち水中戦に明確に施行された本格的な真の潜水艦の登場であり、新時代の到来を告げたその意義は小さくない。しかし同時に高速力発揮時を含めて本級の放射雑音レベルは大きく、水中戦を本務とするにおいては問題を残した。特に、 同時期のソ連発の原泉のベンバー級の登場により、水中雑音レベルが問題であることが認識されるようになると、後期建造の5席では、機関部の静粛化が図られたものの、本質的な改善には至らず、建造は、計6石で打ち切られた。原泉の静粛化の課題は、ノブスカ計画以降の時代に課題として残されることにとなったのである。1957年、 当時のソ連による大陸間弾道ミサイル配備開始声明とスプートニク1号を打ち上げに橋を発するミサイルギャップに対応すべく潜水艦発射弾道ミサイルを搭載する弾道ミサイル原子力潜水艦の配備が急がれた。そこでスキップジャック級の設計を流用して世界初の弾道ミサイル潜水艦ジョージ・ワシントン級が建造されたためジョージ・ワシントン級は スキップジャック級の文字通りの派生型である。特に一番艦は仙台上でスキップジャック級三番艦として建造中であった、船体を切断し、ミサイル区画を挿入しての急増工事であった。三番艦スコーピオンは1968年5月21日、アゾレス諸島南西沖で母港への帰島中に連絡を立ち、後に沈没が確認された。ありがとうございます。